で、そのやすやすと与えるということも問題ですけれども、やっぱ話がものすごいこうグレードアップしてて、そうですよただね。単にその一緒に行動してるだの、旅行してるだの、パーティー券彼女に頼んでるだの、それだけじゃなくてね、もうそういう、非合法組織非という、合非法合組織法に行為でもすね、それは関わね。り始不めちゃ法ってるわ行為けですのよ。に関わってるということにこれなってしまうじゃないですか、いや、堂々とそうで公す然よ。と。で、しかもこの松下新平って宏池会ですから、あ岸田さんはですね、すぐに辞職させてですね、あ。はい。国民に説明責任があるレベルだと思いますよ。いや、それはそうですよ、これそうで、は。全議員ですね、全自民党議員、身体検査をすべきですよ。ここのところ、大臣クラスがね、次々と。で、また今度、法務大臣ですか。本日、葉梨さんがですね。なんかまたちょっと軽率なことをね、なんでああいう言い方するかなって、やっぱり、ちょっと口あでれ、軽率。やっぱ人柄なんですか、ああいうこと言うっていうのはね。多分ね、彼、葉梨さんはね、多分、出席してる人が、みんな、身内で仲間だと思って、ちょっと、ああ、言っとちゃっころたがんだ。ね、これ国会議員の人絶対気をつけてほしいのは、スパイというか、あっち側の人間も結構入って聞いてるんですよ、言葉を借りをするためにね。そこはちょっと脇が、ちょっと残念だなって思いそうまですすね。ね、ちょっと脇の甘さってなりますね。それで、ちょっと続きよろしいですどうか、ごめんなぞ。さい。これですね、お気に入りぶりがすごくてですね、公式の場にも、この女性秘書連れてってるんですね。で、2020年10月、菅首相、九州産パンケーキを試食し、農産物輸出に取り組むという発言という、これ送付というところが持ってきたんですけれども、これ新潮にも出ている写真と同じなんですけれども、たくさん写真が掲載されていて、ちょっと別の写真持ってきたんですけれども、ちょっと汚く青くこうおっしゃってごめんなさいね、一応個人情報みたいなものあるかなと思って消したんですけれども、これ菅首相に合わせてるんですよ、松下新平。ですね、この人が秘書なんですよ。これが中国人女性。スラッとした。スラッとでもないんですけどね。これが女優のような美しさをまとったという中国人女性で、松下新平、菅首相、これ首相官邸なんですよ。だから公式の場ですよね。そこに連れてにっ連れて、てってる。そこから連れてってるんです首よ。相官邸に。そう。それでこれ、送付というところの、プラットフォームじゃなくて間違えた、なんだっけ、ところの記事なんですけれどもね、ここのところ、写真と文っていう書いてあるんですけど、この写真の方はなんとこの女性秘書の名前なんですよ。だからこの女性秘書が自分でね、写真を撮ってというか、自分でこの自分の送カ付メと、ラ、そうとか、自分アで、レンジしこうたいうと。構図を撮ってアレンジして、それをこの送付に持ち込んでるんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。で、要するに自分の手柄を披露してるわけですよ。見てと、私、これ松下新平をもう言いなりにさせて、菅首相のとこまで会いに行っちゃったと。で、これテレビにも出ちゃったと。これだから共産党の方には立派なエ立ビデン派ス、な、立派な実績ってことそうにです、なるわ立けで派すな党員だなね。と、あなたはということで、多分今頃褒められてるんじゃないかなと。これね、アメリカの方でもファンファンという名前の女性いがまでしすたね、ね。はい、あれはカリフォルニアだったっけの、議員ですね、かなり重要な委員会に入ってる、安全保障関係の、議員に近づいて、そのことは大問題になってですね、そしたらさっと消えてしまったんですけれども、実はですね、これずっと僕もこのサイレントインベージョンというのを追いかけてるじゃないですか。そうすると、要するに普通の地元にいるような人たちとかを、タコを操るようにね、タコってこの空に飛ばすタコですよ、操るように、操っていろんな工作をすると、それを教務工作っていうんですけども、そういうことも統一戦線工作部がやってるんですが、もう一つ国家安全部の訓練されたプロもいるんですよ。だからそういう人じゃないですか。それが言いたいわけです。ですから、その辺の素人女性を使ってやるのとはレベルが違う、本当のプロも入ってきてやってるんですね。だから両立てでやってるんですよ。だから松下新平議員なんかはそういうののターゲットにもちろんなりやすいわけ。プロ筋に引っかかったっていうと感いじだうと思可いま能すけどね。性がある。
まあ、何しろ自分でそのアレンジしている写真をですね、このソフというサイトにですね持ち込むぐらいですから、まあ、相当なもんだろうなと思って見たんですけれども、うん、はい、それですね、この新潮には松下新平の妻の実母の悲憤公害という記事もありましてですね、はい、松下議員はこの中国人のハニトラに引っかかったために家庭がどんなことになっちゃったかというような記事も書いてあります、うんうん、このあたりはぜひ新潮を買っていただいて読んでいただいたらというふうに思います、うん、はい、いやそれでですね、まあ、じゃあちょっと続きがありまして、ごめんなさい、この女性秘書なんですけれども、はいはい、このね松下議員のことね使い倒してる感じがしますね。で、うん、次ですね、ちょっとお寺に行ってる画像、はい、これなんですけれども、これは複製王派文化振興協会林ウェイチン一行が日本を大幕州を訪問というところの記事についてる画像なんですけれども、見ていただければ分かるんですけど、松下新平、まあ、あの中国人ですよこれ、はい、これはあのお坊さんですけど、あの京都自身にある満福寺というお寺のお坊さんですけれども、はい、まあ、中国人、そして松下新平、はい、でこれが中例の九段の女性秘書ですね、はいはい、でももうこういうわざわざ国会議員がですよ、忙しい中時間割いて、うん、これおもてなししてるわけですよ。すごいですよね。完全に向こうの人になっちゃったと言われても仕方がない、はい、それだけじゃないです、うん、また別の日にはですね、うん、はい、王牧文化促進会松下、これですけれども松下議員の、うん、を表敬訪問という記事がありまして、そこから写真撮ってきたんですけれども、うん、これね議員会館の部屋なんですよ、うん、で議員会館のお部屋って入ったら右側か左側に応接室があるんですよ。ありますね、はい、で応接室なんですけれども、うん、このね室内見て私仰天したんですけど、もうほとんどここ中国になってません？全部その掛け軸みたいのから、そう掛け軸も中国語、これもそう中国、中国でしょ、うん、でこの辺も中国のものなんですよ、うん、で応接セットがこれ中国ですよね、見てください。でなんでかっていうと、議員会館の応接セットって、うん、もう参議院も衆議院も同じ応接セットなんですよ、うんですね、決まってる、はい、ね、楕円形の8人掛けの多分テーブルに8個椅子がついてるんですよ。そうですね、デフォルトになってますね。そう、はい、けれどもそれを取っ払ってですよ、うん、この中国式の応接セット入れてですよ、これ松下新平、うん、どこまでやられてんのと、あんたと骨の髄までやられてんじゃないのといやすごいんですよね。もう使い倒されてる松下新平くんなんですけど、宏池会、さすが宏池会ですね、うん、でこれ全部ですね、あのもう自慢げにポータルサイトに全部上げられてますから、探してもらえれば、他にいろんな写真もいっぱい載っかってるうちの一つを持ってきてますので、うん、見てもらえば、まあ、どれだけ松下新平さんがですね、うん、あの中国人のこの女性秘書に使い倒されてるかということが分かっていただけるかなというふうに思います、うんうんうん、でここまでが週刊新潮なんですけれども、はい、えまだここからは何まだ榊レポートあるの、はい、ちょっとあるんですけど、はい、ちょっと間に合わないかもしれないですけれども、はい、この Q&A と、はい、あとあの私がこの出したウィールでは、はい、このぴったり寄り添う中国人としてその女性秘書だけではなくて、中国人民解放軍出身のファンシーという芸能人を紹介しましたよね。ああ、しました、はい、しました。でちょっと通行証が、その人の通行証も出てきたんですけれども、うん、ですね、出てくるでしょうか。通行証がございまして、まあ、この人にも、うん、はい、これですね、これ中国人秘書、新潮に出ている中国人秘書に渡していた通行証と同じ種類の通行証なんですけれども、これにもこの人にも渡してるんですよ。あの例の人民解放軍芸術部とか、そう芸術部にいた人、うん、そうです、はい、で人民解放軍って中国の軍隊ですから、はいはいはい、ただならぬものですよ、はいはい、ただならぬ人ですよ、今芸能人だと。にも通行書を渡していた、通行書を渡していたと。でこのね増田議員ってもう骨身を惜しまず尽くしてるんですよ。で日中一帯一路促進会の基調会の予約も取ってましたし、うん、日中魂太極拳剣道クラブも、あのわけなかんない、あと一般社団法人日本新鮮総商会にもいずれにもですね自分の名前と肩書きを出して、でなおかつその設立にあたって参議院議員会館の会議室と食堂と道場を使わせてあげてるんですよ。でこの中国人民解放軍出身のですねこの人物の誕生会にも一生懸命行ってるんですよ。もう写真いっぱいあってね、うんうんうん、でこのファンシーさんというね中国人民解放軍出身の方とこの中国人の女性秘書というのは接点がありますね。でそれも見つけました、はい、それが先ほどもお話したナマコ会社なんですけれども、うんうん、ナマコ会社の主催のですねジャズナイト
という写真があるんですけれども、はい、はい、これですね、はい、この方がゲストなんですよ。ナマコ食べながらジャズを聴くという感じですか？多分、はい、はい、よくわかんないんですけど、はい、まあ、ナマコ会社が主催のイベントですので、うんうんうん、まあ、おそらくナマコが振る舞われたりしながらこういう音楽を堪能する会なんじゃないかなと思うんですけれども、うん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 、ですのでこのナマコ会社を通じて中国人女性秘書と、うん、この中国人民解放軍出身の人物というのは接点があるんですね。まあ、このもちろんあの接点はあのこのナマコ会社を通さなくてもね、もちろんそれはあると思う。ただこれはあの一応掴んだと、明らかに表に出てるっていうことですね。まあ、他にもあるんですけれども、うん、とりあえず今日はこっちを持ってきたんですけども、明らかにつながりがあるということは、はい、こういった、まあ、あの発行物から確認できるという、そうなんです、そういうことですね。そう、はい、まあ、ですからこの松下新平はですね、うん、この中国人女性秘書と、まあ、この人物ね、もういいようにされちゃってですね、もう使い倒されちゃってるんじゃないかなというふうに考察しました。これ平井さん、これはですね、はい、あの単なる、まあ、コンプライアンスとか議員の規範とかですね、うん、っていうレベルも超えてますね、完璧に。あ、超えてますね、はい、やはり、ね、あの特に看過できないのはあの人民解放軍関係者にね、うん、その通行パスを渡してると、うん、もうありえないですよ、うん、やはりこれはあの我が国にねスパイ取締法がないこと、うんうん、これはやはり一番大きな問題じゃないかなって思いますね。それとですね、うん、やはりあの今回ね、そういった、まあ、秘密警察というか、うんうん、非合法警察組織の隠れ蓑、うんうんうん、になってる団体の顧問までやってる、はい、しかもその中国人女性と、これね岸田さんきちんとね、うん、本人に質問をして、うん、事実を明確にしてですね、ただ単にウェブサイト消えましたじゃなくて、事実関係を明確にして国民に対して説明し、うん、しかるべき処分をしなかったら、これは2人の大臣の罷免どころの話じゃないですよ。いや、そうです、あの、うん、話さんがね、うん、あれだけで罷免されるわけでしょ。そうそう、ね、これあの自民党のね、あの参議院議員がこんなことやってたっていうことになれば、これはあの党のね、あの幹部全員あの辞めなきゃいけないし、うん、かつあの岸田さんだって辞めなきゃいけない話ですよ。いや、本当そうですよ、うん、これはね、まあ、して宏池会ですからね。宏池会ですからね、はい、あの例えば宗教団体とつながりが仮にあったとしてもですね、うん、あのじゃあその結果として本来何をしたかっていうことが本当は一番あの重要なわけですよ、うん、ただ単につながりがあっただけじゃなくて、うん、その結果として、何をしたか、そこに影響があったのかというところが重要なわけですね、うん、そして今回の法務大臣の辞任も、うん、まあ、確かに、うん、まあまあ、ちょっと不適切、まあ不注意な、ね、うん、発言じゃないですか。そうですね、あの、うん、どっかで飯食いながら言うんだったらそうだよねって、ね、いうことはあるけども、まあ、ちょっとそれは不適切だ、うん、でもまあそれだけっちゃそれだけなわけですよ、うん、これはもろ国家の安全保障に直接関わることですから。そうですよ、あの主権侵害に直接関わってるんですよ、うん、だっていざという時私たち日本人がターゲットになり得る、うん、そうです、そうです、そうです、なんていうか監視団体、はい、暴力組織なんですからね。いや、もう坂口さんなんて恨まれてるでしょうから、ね、いやちょっと待って、怖いんですけど ねえそうですよ、だからそういうところは拠点となってですね、そう、あいつだよとか言って、あいつの家つけてこうとか言ってね、あいつがね俺の名前見つけたんだよとか言って、うん、ことになるわけですよ。だからやだから、うん、危ないから先に言う、うん、はい、だからね、まあ、これのあるとね、あとごめんなさい、うん、あのだからダーファとハイクビジョンの監視カメラが広がってんじゃないかなってことにもなってくるんですね。なるほどね、全てはつながっていくということなんじゃないでしょうか。う、ね、はい、というわけで、この、バラエティ中心のはずの文化人放送局がなんかだんだん内容がすごいシリアスに高度になっているという、そういうパラドックスになってしまいましたが、まあ、しかしあのこれは本来ですね、本当公安警察にもしっかりと調べていきたい重大な内容ですので、はい、この番組をしっかりも見ていらっしゃると思いますがね、見て、この続きをやっていただきたいと、日本のためにやっていただきたいと思います、ご視聴の皆様どうもありがとうございました。また来週お目にかかります。